保険オーナさんがブログでよさんの動画の迷子工場みたいな入り方してるから動画見てる説ありますよ。あーの子もちゃんと分かってきてますね。<laughs> いや嫌われるよ。<laughs> ありがたい、ね、うん。最近ねあのよく目にするなという名前サッカー好きな人の、はい、名前を見つけて、ヨサ、はい、くん知ってるかな？はい、あの稲田坂46さんっていうねグループの。はい 影山優さん知ってますそしたらたまたま僕毎週録画している「フットブレイン」っていうね番組あるじゃないですか。はい。テレビ東京こちらっテレビ東京でやってるんですけどね関東だと。それにゲストで出てたの先週かなでそれ撮ってあったの見てたらあこの人だと思って見てたらその方のねキャッチフレーズとか出てるわけだけアイドルさんなんてやあるでしょキャッチフレーズ。なだと思いますか あー惜しいね正解は、はい、あなたのハートにゲーゲンプレス <laughs> <laughs> もうこれでやってきてらっしゃるのよ影山さんは<れ>もう影山さんはそういうのをもう言ってるわけですよ。ですしフットブレイン出てるってことはもう大人もちゃんと動いてますもんね、うん、そうそうそうそこに向けてね。でやっぱりなんかそのじゃ香川がいた頃のドルトムントが好きだったとかねとかがあって、はい、まあゲーゲンプレスつけてるとかあるらしいんですけど<あ>趣味。そうなんすか そう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 そえすごいうすねそれ。そうところうそと思ったら僕この仕事うそ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 うん。だからいろいろ調べたらお父さん家族がみんなサッカー好きそうなんですかーでそうそうそってってうそ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 んそう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 そあそうそ 素晴らしい、先日分析って書いてんですよ。あ,あ,えー、あと好きな海外選手誰かわかるヒントプレミア。のヒントプレミアですよ。見るあ、見るなぁと思っあ、惜しい。コナーコーディー。コナーコーディー。ウルブスのディフェンス。ね、ウルブスのディフェンス。誰どこですウルブスとかでウルブスのディフェンスです。<laughs> ね、縦パスが得意の。 コーディーのどこが俺すいませんコーディー出そうとしてボディー出てくるんですよね頭の中にあのね一応その真ん中に何<の>でしたっけ影山さん言ってたのはキャプテンシーがあってあともともと真ん中の選手だから縦パスうまいんだけど、うん、今一番ね、うん、センターバックとかでやったりとかする、うん、右サイドもやる,やる選手なんだけどえ,ー、えそのトークに北澤さんちゃんとついてこれてましたフットブレインよくご存知北澤さんがちょうどアナリストで来てたからいやフットブレインといえば北澤さんじゃないですか いやあのちょっとだけキョトンとしてるからせ,せめてフットブレインだから影山さんのそのいろんなトークを拾ってあげてほしいなと思ったわけですようん、うん、でもなかなかさ難しいじゃんそれは。はい、でやっぱテレビだからどこまでね細かいこと言ってるのかっていうのがあるから、うん、だったらレオザフットボールとの番組に来てもらってね、うん、もう好きなだけもうみんながひね弾かないじゃないここのレオザフットボールのファンはね、うん、恋の大好きだから。はい だそういう話をしてもらいたいと思うんで影山さんねもし見てくださっていたらぜひともあのご連絡ご一報お願いします。